やっほー、皆さんこんばんは。パネルがお家に届いたよー。届いたよっていうか持って帰りました。じゃーん、すごくないね、この絵めっちゃいいよね。感動してる。私が二人いるよ。みんなありがとう。めっちゃ可愛いです。そば。そばって絵文字ないんだ。今回はロールネックのニットのイラストを描いてもらったんだね。次のじゃん、キラキラで、マジでさ、すごいのよ。似てるくない？しかも目がさ、瞳の色がさ緑なんです。瞳の色が緑でめっちゃ可愛い。ありがとう。そう、巨大アクスタ、噂の巨大アクスタちゃんです。昨日はツーショット写真会の練習でできました。よかったじゃん。じゃあツイートもしますね、ポストもしますね。今日は私が2人います。分身配信です。ポスト。そばの絵文字。あ、こっちの絵文字の方がよかった。なんでだ？オッケーオッケーオッケー。実家の玄関にパネル立てといたらいいのでは？玄関に立ててますよ。実は玄関にパネル立てております。今日は配信のためにここに連れてきました。イエイ。え、そう、昨日のね、昨日いただいたものたち全部ケーキも花冠も持って帰りましたよ。すんごいかわいい。ありがとうございます。
花も、お花もみんな見てください。これあの、わかります？自然淘汰主義のとか、踊ってる時とかによく着てるあのスウェード衣装のスウェードです。やばない？パネルを見た家族の反応、めっちゃ驚いてた。もうこれさ、あのさ、あの巷でさ、そうケーキね、もう崩れないように超慎重に持って帰った。無傷ですよ。じゃん、スウィード、これこのお花の周りのこれがスウィード衣装と全く同じ生地。スウィード衣装、そうそう、すごいよね本当に。ありがとう。しかもこれプリザーブドフラワーとこの造花でさ、組み合わせてあってさ、すごいのよ、かわいい。ありがとうございます。これだったら一生枯れないから。こうやって思い出に残るのもね、また良きですね。そう、あの聖火もさ、あのフラワースタンドに入ってた聖火もね、みんなでスタッフさんとワケワケして持って帰ってきたので飾ってあります。でも動かしたら崩れちゃう？持ってこれか。めっちゃ可愛いですよね今回の。これさ、白を基調にしとるけどさ、すごいね、白をさ、白が基調になってるけどさ、白の中にさ、私のペンライトカラーの黄色と緑が入ってて、めっちゃいい感じです。本当にありがとう。このさ、このマリモみたいなポンポンも超お気に入りかわいい、このマリモちゃんかわいすぎる。ありがとうございます。もうすごい、渡辺家がより一層華やかになりました、みんなのおかげで。ではでは、改めまして、皆様生誕祭ありがとうございました。では瓦そば作りに行ってみよう。今日の瓦そばはですね、瓦そば作りはちょっといつもと違うくて、いつもと違う瓦そば作りになっておりまして、今日はもうみんなに瓦そばってどんなものか、どんな感じで作るのかっていうのをもう細かく知ってもらうべく、はい、今回は私一人で瓦そばのトッピングから最後の焼くところまで全てやりたいと思います。スイードブーケ、どうやら韓国で流行ってるの。そうなんや、嬉しい。なんか韓国ってめっちゃ花束文化なんじゃろ。なんか記念日があるごとになんか花束とかあげるらしいけど、やっぱ最先端じゃね。こんばんは。ではでは、わ、でかかいさんおめでとう、ありがとう。パネル、花ちゃんガリガリしない。でもね、今日の朝ね、花ちゃんね、このね、パネルにね、このパネルにびっくりしてね、吠えた。ワンって。マリモ。そうそう、あの、つぼみ、まだつぼみの花もあるけんさ、これから咲くけん楽しみです。こんばんは。では、キッチンに移動します。待っててりーん。わ、ジェトクさんおみくじありがとう。土をこねるところから始めましょう。瓦から作らんわ。いきます。キッチンへゴー。